いいよ。はい、じゃあ今日の感想一言です。そうですね、率直にまず思ったのが、まあ、今今日聞いた内容っていうのを、まあ、知らずに、これもでげえからちょっと上にですよ知らずに、ね、はい、死んでいく人が多い中でこういうことを、まあ、知って学べているっていうところがもうすでに幸せだなと感じました、あ、本当は学校でやっと一番いいんだよな。そうですね、小中高の学校、だからまあ今日いただいた本とかも、まあ、将来子供ができた時にこういう話を、まあ、若い時から教えて、まあ、豊かな人生を送ってほしいなと、そういうところに結びつけれるようなものを学んでるんだなと、そう思いました。はい、ありがとう。